松尾神社は、兵庫県宝塚市山本にある神社である。地元では、東の宮山と呼ばれ、西の天馬神社と並んで、旧川辺組山本村のうぶすながみ。例祭は、天馬神社と共祭で、段り祭りが行われる。大山食いの地坂の上の田村マロ港、白洋州、松尾丸社演技によると、八ちから八代目の坂上狩田マロが、 山城国松を大社に祈り得た子が、坂の上の田村麻呂であり、幼名を、松生丸と名付けられた。ただ、盆地を本拠とした聖は源氏の源の三中は、御家人である、坂の上の田村麻呂を外する、坂上東武家団の東領、坂上よりを、山本号の主語とした。来次は、田村麻呂の遺品を放送して、山本号を開けさとし、坂上氏一族を廃して、 ただまんどころの経営にあたった。大次の子孫であり、渡辺綱、薄井貞光、坂田金時らと、源頼光に仕えた、浦部太郎坂上末武が、あんな年間に祖先である、坂の上の田村麻を祭り山本郷のうぶすな者として、天下平治を祈願したのが将軍宮松尾丸社の創建と伝えられている。松尾丸社は、将軍家の祖神として崇継され、中でも、 源の頼朝の信仰が厚かったという。将軍交代の折に守護弓として神聖弓を建造し、全国の武家も用いたと伝わる。創建当時は、坂の上の田村マロが主催神であったが、自称元年に山本将が松尾大社に寄進された際、松尾大社の祭神である大山食い神を合志したと考えられる。当地で守護を続けた坂上氏は、 室町時代以末、天正年間に、織田信長方についた、塩川国光により山本号は侵略され武装放棄。松尾丸社も炎上したが、慶長年間に現在地へ移して、松尾神社と改称した。その後、坂上氏は、当地で家木の栽培を制御とし、山本の植木産業の礎を築く。また、天馬神社を創建した若い景子の子孫と共に、松尾神社、 天馬神社二座の宮座の運営を交代で務め、地元では九州と呼ばれた。江戸時代には松尾大権現と呼ばれた。ありがとうございます。